こんにちは。ヒカキンさんがそんなことしたんですか多分、名もないカードに5000万払うと、それは、証券とか債券とかっていうカテゴリーに入る可能性があるんじゃないかなと思うんですけどね。要するに、その5000万のポケモンカードが現金の代わりに流通する可能性があるわけなんですよ。5000万ものを値をつけると。だから、まあ、どこで線引きするのかわかんないんですけども、これはね、あんまり気づく人いないと思うんですけども、な,な,な、子供銀行券ってあるでしょ あの本当作ったお金のおもちゃ明らかにおもちゃなんですけども例えばそれで何かねピザ2枚とか買うとするじゃないですかそしたらその財と物の交換ができるっていうふうにみなされて見、まあ、なし現金みたいなね扱いでしょ見なし現金って言葉はないと思いますけどもその現金の代わりにできるものっていうのが流通するとビットコインみたいにそれは困ったよって話になるんですよね だからあのビットコインっていうのはインターネット上の通貨というふうに言われてますけども実はね細かいこと言うとその T ポイントあれっていうのはもうビットコインの前のビットコインなんですよね T ポイントにどう課税するかっていうのは未だに結論を出してないわけなんですよそればかりか Suica とかねその他のデジタルマネーっていうのは今かなり普及してて PayPay ペペもそうですけどもこれの課税って結構難しくって 現金とみなしてやる場合と、あくまでこれポイントだから、ポイントには課税できないよねとか、あの、まあ、決算報告書とか、だから年末調整じゃない、なんだっけな、確定申告書実はポイントの記入欄がないから、放置になってるっていうだけなんですよね。本来なら T ポイントで、なんか買い物ができたりね、食品が買えたりとか、サービスが受けれたりとか、しまいには車が買える店もあるわけですよ。でそうなると T ポイントは現金と、 同等と扱われるんで証券とか債券に準ずるものとして課税をなんとかしないっていう動きはあるんですけども、今課税できる根拠がないんでね。うん。でもこれいつかねあのー、ひっくり返されるんじゃないかなーと思いますね、うん。どうでしょうねこれはね。ポケモンカードも五千万とかつけるとさすがにそこに対してなんか不動産以上じゃないですかもうこうなったら。 不動産取得税とかかつくかもしれないですね国税ってのはもうそういうところからでも何でもやってくるんで5,000万のやり取りがあったらそこは課税しないとね例えば5,000万で売った人この人はもちろん課税されるでしょ一時取得税っての入りますんで多分2400万か500万から課税されるはずなんですよこれ5,000万で売った人って <laughs> これ大丈夫なのかなと思っちゃいますねまあ真面目な話しますけどもうんだからそういう視点で見るとあ見れる人と 5000万だ、すごいね。で、終わる人と、まあ、思考の、このね、深さがありますよね、結構ね。いつも税金意識してると、すぐにね、人が何か売った、儲けたって言ったら、ああ、税金かかるぞって言ったらね、妬みからね、こういうふ <laughs> うな発想になってしまうのは、やらしいですね、うん。いやらしい。いってらっしゃい。